はい。やっていきましょうか。180秒ダイビングというゲームです。こちらですね、結構最近発表されたフリーゲームなんですけど、なんだったかな、なんか180秒間だけ深海の中で生きられるみたいなゲームらしくて、で、その180秒間、その深海で何をするかみたいな、そういうゲームらしいです。遊び方、移動、エンターキーで調べる、シフトか X で図鑑、C で写真を撮る。図鑑。なんかね、そう、深海生物とかの写真を撮ったりするらしいです。とりあえずやってみますか。ああ、いきなりなんかやばそうな感じに。ああ、外に出る場合は C キーを押してください。外に出なくてもいいのか。潜水艦は操作できない。部品があれば直せるかも。03。直すこともできるのかな。非常食や深海用スーツに、1枚の手紙が添えてある。じゃあ読んでみる。ゾイへ。あの日、お前と喧嘩して7日間が経った。毎日毎日こっちに電話かけまくって迷惑をかけるのはやめてくれ。これで最後だ。俺はお前と深海に行かない。俺が作った潜水艦とスーツはくれてやるから一人で行け。そしてたくさんの写真を撮って帰ってきたら俺に見せてくれよ。それで仲直りだ。よろしく頼んだぞ。グレゴリーより。俺とあいつの写真だ。イケメン イケメンだな。深海用のヘルメット。これはあいつのもの。調べられるのはもうこの辺ですかね。さっす。マポを図鑑に登録した。この先はいけないのか。なんか今いたな。通り過ぎちゃったけど。ローレンソを図鑑に登録した。これもさっきのマッポーですかね。こんだけ。ちょい。あれ、思ってる動きの範囲少ないな。どういうこっちゃ？なんかもっといろいろ調べたりしたら。これ調べるできません。何かの部品を拾った。おお。じゃあこんな感じで、とりあえず部品を集めないと話進まないんですかね。壊れた潜水艦だ。中に入る。潜水艦は操作できない。部品があれば直せるかも。今3分の1。どうしたらいいんだこれ 昔飼っていた猫に似たデザインの深海用ヘルメット、今は絶滅してるけど。深海用のヘルメット、これはあいつのもの。どうしたらいいの、どうしたらいいの。あともう10秒で死ぬよ。あと僕10秒で死ぬんだけど。あれ、どうしたらいいのこれ ちょっと待って。あ、これ。あれか。ゲーム画面自体が消えちゃうのか。ちょい。開き直さなきゃ。図鑑。めちゃめちゃあるな。ローレンスとマポーしか見つけてないのに。とても鬼が早く、捕まえることは至難の技。メガネのような模様が特徴。マポー、おそらく現在発見されているナマコの中で最大とされる。重すぎて持ち上がらない。なるほど。じゃあもう一回やってみますか。始める。とりあえず外に出て、
場所が違う。あ、なるほど、そういうことか。始めるたびに場所が変わるんですね。ユリドーナを図鑑に登録した。あ、でも今回かなり狭いな。できることあまりないんじゃないか。これもあれじゃない。ああ、今消えちゃいましたね。なんか今潜水艦の近くにチンアナゴみたいなのがいたんですけどね。出ないな。あー、いた。あー、消えちゃった。あれ映らないな。今のは深海生物に入らないのかもしれないですね。中に入る部品も集めたことになってるんですかね。3分の…あー、なってるのか。じゃあもう今回できるのはあのユリドーナとかいうのを取るくらいですかね。さっきはなんかキラキラ光る部品が落ちたんですけど、今回ないですから。やっぱこのチンアナゴ映らないのか。じゃあもう死を待つのみですね。ないなあ。あ、これジャンプできる、もしかして。あ、これ上に上がれるじゃん。登れるのか。なんだ。じゃあ先に行けるんですね、これ。この上の方はワンちゃんずっと上に上がっていったら、あ、部品発見。部品、よし、これで2個目ですね。こっちの下の方は、さすがに上に行っても部品はないと思うんですけどね。あれ、なんかさっき見たような、あや、気のせいか。あー、あともう7、6、5。あー、もう時間ない。あー、死んだ。図鑑、これか。ユリドーナ、裂かれた口がユリの花に似ていることから、その名が付けられた。サムの中は実はおとなしい生活を。へえ、めちゃめちゃ怖い見た目してる。じゃあ3回目のダイブ行ってみますか。とりあえず最後の部品をどうにか見つけたいな。ではもしかして。あ、秋を図鑑に登録した。なんか服みたいなのがいましたね。あ、このクラゲもそうじゃないか。やった、ネフラデルを図鑑に登録した。あ、まだなんかいた。エアスターを図鑑に登録した。一気に来たな、3匹。とりあえず地形に沿って泳いでいってるんですけど、これマップは一周するんですかね。やっぱ水下生物だった。こいつピカズやん。わかりづらい。まあまあ生物ってそういうもんか。あ、やっぱ一周してきた。おー、なるほど。これひたすら上に行ったらどうなるんですかね。まあ間に合わないとは思うんですけど。あ、上限があった。じゃあなんかひたすら上に行って助かるみたいなことはないんですね。あー、もうあと20秒くらいしかない。部品もないし、多分落ちるマップはランダムだと思うんで、何回か繰り返して新しい部品が落ちてるマップに落ちるしかないんでしょうね。ああ。
図鑑ピカズヤン、甲殻類に属するバラジモ種目の一種、暗い場所に群れる習性がある。ネフラジル、黒の斑点を持つクラゲ。触手の先端に触れると電気が全身をめぐる、死ぬ、怖っ。アケ、下顎は水風船のように柔らかく大きく伸び縮みし小魚を捕食する。なるほど。レアスター、それはかつて地球から見る夜空のように、キラキラとした星がキラキラと星が輝いて見えるためその名がついた。めちゃめちゃ噛んだこんな手か、めちゃめちゃいるなこれ。これ図鑑制覇するのなかなか大変そうですね。お、なんかいた。モナカを図鑑に登録した。ようやく新しい生物見つけたよ。あ、ダイスフィッシュを図鑑に登録した。結構上の方行かないと新しいやつ見つからなかったりするんですね。もしかしたら部品も浮いてたりする？浮いてる部品かってもまあおかしくはない。あ、なんかいた。リボンフィッシュを図鑑に登録した。並走して泳いでるわ。お、これなんかもしかして新しいステージでは曲が今までと違うし。あー、ほらほらほら、部品発見。あー、やっと新しいとこ来たわ。何かの部品を拾った。じゃあ多分これで潜水艦どうにか動かすこともできるんでしょうけど、とりあえず探索だけしますか。出た。プラチナムを図鑑に登録した。出た。シードを図鑑に登録した。他にはまだいるはずなんだけど、なんじゃこりゃ。パンダコースカに登録した。それじゃあ前回のタイプで部品3つ目を見つけたんで、多分これで直るんじゃないかな。だけど部品を使って直せるようだ。潜水艦を直して地上に出る。じゃあ出ます。暗い。お、どうしてそんな大事なことを言ってくれなかったんだよ。ゾイ、ここは病院だ。大きな声を出すな。早いうちなら治療できた病気だったのに。潜水艦とスーツだってやっと完成したのに。グレゴリーだってずっと楽しみにしてたじゃないか。なんだ、見忘れなよ。俺は深海には行けないんだ。分かったよ。もう知らねえよ。お前なんてどうでもいいよ。これは、深海に潜る前の喧嘩ってことですかね。あの時のことを思い出すと恥ずかしい。ダダをこねて彼に八つ当たりしたこと、今でもとても後悔している。だから俺は生きて深海を出る。あいつに、グレゴリーに謝らなくちゃいけない。陸に上がった。イケメンだ。お？あなたが死ぬまであと0秒。え？終わったー。
こと、グレゴリーさん死んじゃったってことなのかな。結局このゾイ君が上がってきた時にはどういうことだろう。気の利いたセリフが出てこないな。あ、何？もしかして街壊れてるのかな、これ。なんなんですかね。多分そうですよね。これ街ぶっ壊れてますよね。ゾイ君が深海に潜った間に戦争になってたってこと。多分上飛んでるの飛行機かなんかですよね。で爆弾落としてるんですよね。はあ。それは。めちゃめちゃバッドエンドだった。そんなそんなのってないよ。180秒ダイビング、一応クリアはしました。クリアはしましたけど全然図鑑埋まってないですね。まだまだめちゃめちゃいますね。まあこれは後々皆さんでおのおのやっていただくということで僕の実況はこれで終わりにしようと思います。とても面白いゲームでした。実況外でまた図鑑コンプ目指してみようと思います。ではこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。